自衛隊のナンパストリートになります。まあ、そこから出会いがあって、まあ、実際に結婚まで行くこともあるみたいなんで、自衛隊と結婚したい人はぜひここにですね座っていただけたらと思います。これ給水車ですね。山とかで水がないところに行った時に水をひねってここで歯磨きをしたりですね、自分の使う水をこちらから取ったりとかして、ということで、はい、こちらが高架灯になります。全長約 80m、高架の訓練をするものになるんですけど、実際の落下傘を上に吊ってですね、そこから着地をするという訓練をこう行うところになってます。で、上の方に風の流れがこう見えるものあると思うんですけど、あれで風を読んでパラシュートが流れる方向をですね見極めて、四方のどこからかその日に降下するかっていうのを決めてます。隊員はですね階段から上がることはなく、パラシュートを装着して上まで 80m 吊られてですね落ちるような感じの訓練になります。あとはこちらが降下灯下と呼ばれる芝のエリアなんですけど、基本降下過程だったり、あとはレンジャー訓練、そういった体力向上運動、体力調整運動というところはですねこちらで行ってます。で、普段のトレーニングだったりとかも自由に使えるようになってて、野球だったりサッカーとかですね自由にできるようになってます。夏祭りの時はですねこんな感じで結構どんなところにでもテントを張れるようになってまして、あとは売店がこういう感じで売店が出てます。で、この売店は、業者が入るのと、合わせてですね各部隊の各中隊ごとにですね自分たちで出店っていうのを出せるようになってまして、業者がやってるのと、あとは隊員が出してる出店っていうのがそれぞれあります。店に立ってる人が自衛隊のこう識別をかぶってたりとかするところは自衛隊のブースになってまして、ここは一般の業者がですね入ってるところになります。あとは夜は8時から今日は花火があるので、それまでですね楽しんでいきたいと思います。ちょっと今日YouTube の宣伝も兼ねてるので、ちょっとこのステッカーを皆さんに配りながら歩いていきたいと思います。こんにちは。 YouTube とかって普段見ますか？はい、見ます。僕は自衛隊系の YouTube をやってるんですけど、ぜひこのレンジャーツルトで調べて、もし面白かったら登録をお願いします。さっき隊員の人が、YouTuber だって言ってくれてたんで、多分人は登録してくれてると思います。嬉しいです。いいですね。車両に乗るときはライナーっていう頭のヘルメットを被ってみんな乗車してます。なかなかあれを被るチャンスもないんで、貴重な体験になると思います。車両はホロって言って、上にカバーがされてて、雨が降っても濡れないような仕様にはなってます。なんですけど、今日はちょっとオープンカーみたいな仕様になってますね。こんにちは。YouTube やってて、あ、本当ですか？ありがとうございます。あ、そうです。皆さん、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ぜひ。あ、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。人にちょっと、あれ、ステッカー渡していいかな？あ、北海道。こんにちは。あ、ぜひ。あ、誰だろう？小村さんはカメガネです。あ、見たことあります。面白い方だという話。見たことあります。ありがとうございます。何さ？ポムチューブ、はい、またお会いするかと思います。ありがとうございます。あ、おはようございます。久しぶりです。レンジャー、レンジャー、レンジャー、頑張って。
どうっす。いろんな時の同期がいるんで、立教同期だと思います。立教同期。陸曹教育隊です。すごいな、ここ。ちびっこレンジャー。ここは子供がアスレチックできるようになってて、普段障害層ってスパルタンレースみたいに障害物を乗り越える訓練をしているところなんですけど、そこを開放して子供たちが遊べるようになってます。すごい行列だ。ちょっと僕のいた舞台に行きますか。じゃあちょっと挨拶をしに行きましょうか。もうなんかめちゃくちゃペコペコするんで、ちょっとここの尺は短めでお願いします。僕がいた舞台は第一普通科大隊、第二中隊っていう舞台で、旗がそれぞれ立ってて分かるようになってます。でここのブースは各舞台が休憩したりとかですね、あとは自分たちの家族を紹介したりとかして連れてくるような場所になってます。同期がいた。空挺後期の同期です。10人しかその同期はいないんで、かなり貴重でレアな。撮影中。ありがとう。皆さん。ありがとう。皆さん。おはようございます。いただきます。欲しい人は。あれ、映る。ヒゲ切っても清潔感生まれねえから。じゃあ入っててもいいの。ここが後方支援隊の、あそこが第一普通科大隊って書いてます。柴田班長、鶴田です。あ、柴田班長です。はい。おぉ、すげえ。配ってるんで。格闘最強の。渡しちゃうんす。おぉ、コッシー。あれ帰ってきたんだよ、俺。なるほど。バルザイスね、コッシー3年すげえ。え、今、階級は？いっそ。さすが。出世頭。入ると思わんかった。ありがとう。今、一層ですね。僕の35歳なんですけど、同い年でも一層なんで、かなり早い出世頭です。お疲れ様です。久しぶりです。YouTube 来るか。はい。俺も演習ボックス貼ってっから、黒いやつ。あ、そうです。ありがとうございます。あ、本当ですか。ありがとうございます。いろいろ俺、見てる。あ、ありがとうございます。悪いことは言わないようにしてます。あ、まだです。これからです。あ、左です。どす。ドキドキするな。ドキドキする。